ライトアップ変身ジャーン新仮面ライダーを見てきました。セバルショッカー地獄の軍団。どうもこんにちは、僕の女性サッチです。今日は待ちに待った映画新仮面ライダーを見に行きます。めっちゃ楽しみです。私はモノ仮面ライダー世代です。子供の頃は寝ても覚めても仮面ライダーでした。線の入ったジャージを着て、靴下をジャージの上に履いて、軍手をつけて仮面ライダーごっこで明け暮れ。大しておいしくないライダースナックをライダーカード欲しさに買い漁り、集めたカードをにんまりと眺めるのが楽しみでした。その仮面ライダーが帰ってくる。もう予告を見た時から待ち遠しくて待ち遠しくてたまりませんでした。仮面ライダーを知らない方に当時のナレーション風に説明すると、仮面ライダー本郷武史は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界制覇を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。この後信じられないような出来事が次々と仮面ライダーを襲う。一体どうなってしまうのか。今回は一人で見に行ってきたので、いきなり映画レビューです。 BGM は Let's go! ライダーキーバイタッチ。ネタバレありますから注意してください。小学校の頃は仮面ライダーとショッカーの怪人との戦いに魅了されていましたけど、さすがに50年の時を経て見るとなると、私もいい年なので戦闘シーンばかりだったらきついなと思っていたんですけど、どうしてどうして。今回の仮面ライダーは人間ドラマが詰まっていました。そして子供の頃に抱いていた謎も映画の中で解明してくれました。ありがとう。まずは仮面ライダーの体は皮膚でなくスーツを着ているんです。仮面はバッタオーグに変身したえぐい顔を隠すためのもの。他にも機能はありましたけど、そして仮面ライダーといえばとも言える赤いマフラーはなんと緑川瑠璃子さんからのプレゼントだったんです。さらに私ずっと疑問だったのは、本郷猛が改造人間にされたことを常に悩んでいたことです。子供心にあげ強くなったり、なんで悩むんやろ、逆によかったんじゃねと不思議でならなかったんですけど、今回の映画を見て納得しました。変身するとバッタの顔になるんです。そりゃ絶対嫌だ、悩むわ。そら物語は冒頭からリアルでした。戦闘員を殴れば血しぶきが上がります。戦闘員とはいえ人間、仮面ライダーは戦闘員を倒すことに苦悩します。ショッカーの戦闘員はもともと拉致された一般人で、洗脳されて無理やり戦わされているので、そんな背景がわかるとさすがに苦悩します。怪人はそれぞれキャラが立っていて、見ていてワクワクするような戦いが繰り広げられました。そして今回は本郷猛だけかと思っていたら、2号ライダーの一文字隼人まで登場しました。ダブルライダーまで見ることができるとは、これはもう感動ものでした。一文字隼人が仲間になるまでにも
それなりのストーリーがあって、これも良かったです。気になったのは、今回うぜえくらい緑川ルリ子が活躍します。昔はただ邪魔な存在だけだったんですけど、また本郷たけしはちょっと頼りなかったり、これは時代背景なんでしょうか、令和の仮面ライダーだからしょうがねえか、残念なところもありました。ラスボス前に大量発生したバッタから改造された11体の偽ライダーと戦うんですけど、画面が暗くて何が何だかよく分かりませんでした。ちょっと雑な感じがしました。さらに今回のラスボス仮面ライダー0号との戦いは、これぞ仮面ライダーとダブルライダーキックでスカッと決めてほしかったんですけど、なんか微妙な決着で爽快感がなくて盛り上がりに欠けました。ここはちょっと残念でした。そして最後にあの仮面ライダーが登場、いや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 、でもちょっと違うと突っ込みたかったけど、ストーリーの展開上これは仕方ないか。その仮面ライダーが緑川ルリ子仮面ライダーコンビと共に戦っていた国家機関の2人と仲間になり、2人が名前を明かすんですが、うわそうやったんかと、当時の仮面ライダーを見ていた世代にとっては懐かしさにグッとくる2人でした。エンドロールでかかるレッツゴーライダーキックに感動したのもつかの間、キャストを見てびっくり、長澤まさみ似てるなと思っていたんですけど、まさか本物だったとは。長澤さん、あなたはもっと仕事を選んでいい女優さんだと思います。評価星4つ。懐かしかった。ありがとう。